北大東島の林鉱山では、沖縄県北大東村、北大東島で1919 19年から1950年にかけて創業していた林鉱石の鉱山について述べる。日本国内で数少ない林鉱石の鉱山であり、採掘から加工、運搬、貯蔵、積み出しに至る林鉱山の国内に唯一残る遺構として、2017年2月には、 北大東島臨港山遺跡として史跡に指定されている北大東島の空中写真沖縄本島の東約3 6 0トルのところにある北大東島には島内の北東部を中心として主に林山バンド港で形成された林港床がある約4800万年前に赤道付近で誕生した北大東島がフィリピン海プレートの動きに伴って 産後礁を形成しながら北上し、琉球海溝に沈み込む前に琉気体に差し掛かり、流気して、島となる中で、海鳥が繁殖した。そして海鳥の糞から形成されたグアノから溶出したリン酸が、石灰岩の風化によって形成された、テラロッサと、島外からもたらされたと考えられる、火山性の軽石由来の砂と反応することによって、交渉が形成されたと考えられている。 1885年に日本領に編入された北大東島は、1891年以降、南大東島と共に開拓の試みがなされていたが、当初は失敗が続いていた。1899年に開拓に乗り出した玉木繁江門が南大東島の開拓に成功するが、北大東島の本格的な開拓開始は遅れた。玉木は1903年になって、 北大東島も開拓を開始する意思を示した。そのような中で日本の林資源探査をライフワークとしていた常藤則隆が1906年に同じ大東諸島に属する沖の大東島で林鉱石を発見し開発に乗り出していく。常藤は北大東島にも林資源調査のために部下を派遣し林鉱石を発見するものの 鉄バンドの含有量が多いため商業化は困難であると判断した。沖の大東島の林鉱山開発に触発された玉城は北大東島でも林鉱山の開発に着手するものの、この時は常島の見立て通り失敗に終わる。玉城繁栄門の没後、北大東島、南大東島での事業経営権は鈴木商店系の政党会社であった東洋製陶へと移った。 東洋政党も第一次大戦中の沖野大東島での林鉱山事業の盛況ぶりを見て、改めて北大東島での林鉱山開発に乗り出すことを決定した。沖野大東島の林鉱山を視察して、鉱山設備建設の参考にしながら建設を進め、1919年5月に鉱山の創業を開始する。創業開始当初は経営に苦労するが、 北大東島で豊富に産出するリン酸バンド鉱の利用法について研究を重ね、リンの含有量が多い良質な鉱石は純リンの原料として、そしてリン酸バンド鉱についてもリン酸アルミナ肥料の原料として使用できる目途が立った。製品の改良に努めていった結果、北大東島のリン酸バンド鉱の販路は開けていき、鉱山経営も軌道に乗っていった。また、 鉱石の成分として含まれているアルミニウムの資源化についても研究が重ねられた。北大東島の林鉱山でのトロッコ、運搬作業経営が順調に行われるようになる。中で、北大東島北西部には東洋政党の社員、そして甲府やその家族らが生活する鉱山町が形成されていく。当初は台湾からの鉱府も働いていたが、間もなく、 沖縄県出身の交付がそのほとんどを占めるようになった。最初の頃は単身者が多かった交付であるが、やがて家族を持ち北大東島に定住する者も,も増えていった。1927年、昭和金融恐慌の最中に、鈴木商店は経営破綻し、東洋政党の経営も危機にさらされることになる。東洋政党は大日本政党に九州合併され、北大東島、 南大東島での事業経営権も、大日本政党へと移った。昭和戦前期、戦時体制が強化されていく中で、食料を増産に欠かせない、臨鉱石は、その増産が急務となり、北大東島の臨鉱山も、増産体制が取られていく。また、北大東島のン酸バンド港を原料とした。 アルミニウム製造についての実用化の目途が立ったため、大日本政党は1937年に日東科学工業を設立し、八戸工場を建設して、北大東島の臨産バンド工の処理を行うようになった。北大東島のン鉱山は1942年には産出量7万トンを超え、ピークに達した。しかし戦況が悪化する中で1943年後半以降は、 海上輸送が難しくなり、鉱山経営も困難となる。戦後は沖縄を支配した琉球列島米国軍政府直轄による鉱山経営が行われた。米国軍政府は重機を北大東島に持ち込んで林鉱石採掘を行ったが、重機による大規模な採掘の結果、林鉱石の品位が低下して販売不振となり、1950年閉山に追い込まれた。 採掘総量は約77万4千トンであった。その後再開の話も出たものの実現することはなかった。閉山後、甲府らが生活していた地域は早い段階でさびれていったが、社員らが生活していた社宅街を中心として鉱山関連の建物は残った。日本国内の林鉱山は数少なく、北大東島ともに本格的な林鉱山があった沖野大東島は、 戦後米軍の砂漠場となって鉱山関連の遺構はほぼ残っていない。日本でほぼ唯一とされる北大東島の林鉱山遺跡は2005年から2007年にかけて鉱山関連の建物が登録文化財として登録され2007年度には経済産業省から近代化産業遺産の認定を受けた。そして2017年には 北大東島林鉱山遺跡として史跡に指定された。北大東村では林鉱山遺跡の保存、活用が村の地域づくりの一環として進められている。北大東島の林鉱山に関連する地名等の位置関係北大東島は沖縄本島の東約 360km にある面積約11.94平方キロメートルの島である。島は後日のように 珊瑚礁の一種である干渉が隆起して形成された隆起干渉であり、隆起前は小湖であった島の中央部が低く盆地状になっている。中央部の低地を囲むように幕と呼ばれる堤防状の高地があり、幕の外側も丘陵地帯となっている。中央部の低地は、ばっか幕の外側に広がる環状の丘陵地帯については幕状と呼ばれている。そして島の周囲は、 会食がけで取り囲まれている。環状の丘陵地帯である幕状は幅約0 5トルから1 8トルほどあり、同様の地形を有する南大東島よりも広いという特徴がある。また幕状には中央低地を取り囲んでいる幕の他に、海側にも周囲よりも少し高い地域があって、幕と海側の高地との間は比較的平坦ないし谷状の地形となっている。 北大東島の臨鉱省は島内に広く分布している。鉱床は泥イト化した石灰岩で形成されている大東層の上部の粘土層、形石質粘土層である港層と呼ばれる地層内にある。なお、港層は長年の臨鉱石採掘の結果、現在ではほとんど確認することができない。鉱床の特徴としては、 一般的な林鉱石である林酸酸石灰の交渉もあるが林酸バンド酸化鉄を主成分とする林酸バンド鉱の交渉の方がはるかに広い。林酸酸石灰の交渉は北西部の島内最高地点である黄金山のものが最も大きく島の北西端の黒部岬付近とやはり北西部の玉木平にも交渉があった。玉木平は 黄金山の再六にあり、島内を環状にめぐる、丘陵地帯である幕上の北西部に位置し、幕上と中央低地帯の幕下との間の高地帯である、幕と幕上の海側にある高地帯に挟まれた、標高約40メートルの南北に細長い平坦な地形である。玉木平のン酸山三石海の交渉は、主に高日のン酸バンド高校渉の下部に、 基盤の泥舞とかされた石灰岩を覆うように分布していた。リン,サンリン林山山石灰鉱は、海上の鉱石、林ン,ンバンド鉱である粘土の中からは、歴上、粒状の鉱石を算出した。海上のものと歴上、粒状の鉱石は、成分的にやや異なり、採掘後推薦を行うことによって、歴上、粒状の鉱石は、良品となった。 リン酸バンド鉱の交渉は、島内北西部の丘陵地帯全域に広がっていて、中央部の低地内の昇級にも交渉が存在する。しかし一部を除きリン酸の岩有量が少ないため、実際にリン鉱石として採掘されたのは、北西部のうち約三十万坪の港区であった。リン酸バンド鉱は、港質のものと軟質のものに二分されるが、赤葛色ないし紅白色をした。 会場内し粉上をした軟室の鉱石が大部分を占めていた。また、軟室の鉱石には約3割の水分が含まれていた。北大東東のン酸バンド鉱は通常のン鉱石よりも水分が多い上に吸水性があった。乾燥を行っても空気中から湿気を吸収してしまうため相当量の水分を含んだ状態で貯蔵、出荷を行わざるを得ず、 出荷時の重量が増大するため商業上の欠点とされた。林鉱石の露天堀港系東内北西部の港区では林産バンド港が地表に露出していた。中でも玉木平は有料な林産バンド港が多量に埋蔵されていて、元来珊瑚礁であった泥米とかした石灰岩の凹凸を埋めるように産出した。 リン酸バンド鉱が充填されたへこみの大きさは2メートルから3メートル程度であり、深いものでは30メートル以上あって海水面に達した。またへこみの下部は不規則な形となり、隣とつながるような場合もあった。リン酸バンド鉱床は露天掘りで採掘され、難出であるため採掘にダイナマイト等の火薬類を用いる必要性はなく人力で容易に採掘できた。 またリン酸バンド交渉は、上部はリン酸の含有率が25%から35%で、あったが、中部は約35%となり、下部は約40%と上部よりも、下部の鉱石の品位が高かった。さらに下部に行くにつれて酸化鉄の含有量が少なく、なって、リン酸アルミナとなった。北大東東のリン酸酸石灰鉱は肥料である。 カリン酸石灰の原料とされた。一方、リン酸バンド鉱は肥料である、リン酸アルミナの原料、主としてマッチに用いられたリンの製造用に販売され、さらに後にはアルミニウムの原料としても用いられた。北大東東のリン鉱石の埋蔵量については、品位の低い鉱石を含めると、約1000万トンとの推定がある。1924年に、 農商務省の大井え義氏の調査によれば、林産岩有量20%以上の林、鉱石埋蔵量は約165万トンと推定された。北大東島における林鉱石の採掘総量は約77万4000トンであり、閉山後の1951年に大日本政党が行った調査によれば、残存埋蔵量は少なくとも林産三石灰は 約27万トン、その他の林鉱石約19万トン、計46万トンと推定されている。北大東島、南大東島はフィリピン海プレートにある大東海嶺場にある。大東海嶺は北大東島、南大東島がある西部では、長部が水深が1500メートルから2000メートルの平坦面となっていて、両島は海嶺の最高地点となる。北大東島、 南大東島は共に約5200万年前、現在の場所から約 1000km 南方の赤道付近にあって、東湖の一部だったと考えられている。その後プレートの移動に伴って北上しながら徐々に沈行し、干渉を形成していった。東北帝国大学理学部地質学、古生物学教室は1934年と1936年に、 北大東島でボーリング調査を行い432メートルの深さまで掘削した。掘削資料の分析によれば最も下部の資料は第3期前進予、最上部は先進予から第4期後進予のものであると考えられている。最下部のボーリング資料は約2500万年前に堆積したものであり2500万年の間に プレートの動きに伴う沈降とサンゴ礁の形成に加え海水面の上下によって陸化や水没を繰り返していたことが判明している。そしてサンゴ礁の成長に伴って形成された石灰岩に約550万年前と約200万年前にドロマイト化作用が起きたと考えられている。石灰石のドロマイト化作用にはいくつかの種類があるが北大東東の場合、 海水によるドロマイト火作用を受けたものであると考えられている。なお、北大東島のドロマイトは固く耐久性に優れるため、臨港山時代には建物の建材や石垣等に盛んに用いられた。フィリピン海プレートの動きに乗って北上し、沈降しながら産後礁が形成されていった。北大東島は、琉球海溝に沈み込む前に、海溝周辺流気体と呼ばれる。 流気帯に差し掛かった。北大東島が流気帯に入って人口から流気に転じた時期については200万年前から160万年前との推定がある。東北帝国大学の山成藤丸は北大東島、南大東島の中で北大東島の北西部に位置する黄金山が最初に陸化し、多くの海鳥が飛来して噴が堆積し始めたと推定している。 その後隆起が進むにつれて黄金山周辺も陸化していき、島の北西部一帯に海鳥が飛来するようになって鳥糞の堆積も進んでいく。鳥糞の堆積は島の陸化が進んで森林に覆われるようになって海鳥の飛来が減少するまで続いたと考えられている。なお、林鉱石の交渉が含まれている港層が堆積したのは 増晶産後に由来する大闘争が形成され、約200万年前のドロマイト化が終了した後のことと考えられている。海鳥の糞が堆積し、固化したものをグアノと呼ぶ。堆積した糞は風化作用を受けて揮発性、可用性の成分が失われて、まずはリン酸質グアノとなる。さらに風化作用が進むとリン酸質グアノ内のリン酸が流出し、基板の岩石と反応して、 林光石となっていく。グアノ由来の林光石は、基板の岩石が石灰岩の場合は、リン酸石灰鉱、一方、基板が、計算使用岩の場合には、ン酸鉄バンド鉱が形成される。北大東島の林光石は主にリン酸鉄、バンド鉱の林光石であり、他には、パラオ諸島のペリリュー島などで見られる。北大東島のように基板岩が、計算使用岩の場合、 リン酸質グアノから流出したリン酸はアルミニウム、鉄系の様々な形態の交代交渉を形成する。リン酸鉄バンド鉱のリン交渉は火山島や火山島に発達した干渉、また火山灰に覆われた石灰岩の島や火山の噴出物が流入した島などで形成されると考えられている。北大東島の場合、石灰岩の風化によって形成された。 テラロッサと当該からもたらされたと考えられる火山性の軽石由来の砂にリン酸質ファノから流出したリン酸が反応して形成された抗体交代鉱床であると考えられているリン酸三石灰の鉱床は太平洋の島々や北アメリカ大陸アフリカ大陸などに大規模な鉱床があるのに対してリン酸鉄ワンド鉱のリン鉱床は数少ない上に規模も小さいが 北大東島の交渉は比較的規模が大きい。1885年7月15日、沖縄県令、西村捨て蔵は政府に大東島を正式に日本領に編入し、沖縄県の管轄にするように求める伺い書きを提出した。内務卿山形有友は1885年8月1日付で伺い書の趣旨を認め、 大東島を調査して島内に日本領であることを示す国標を設置するよう命じた。8月28日、沖縄県は県属や巡査らを大東島に派遣し、8月29日に南大東島、31日に北大東島を調査し、国標を設置した。なお1885年の沖縄県による調査は、主として南大東島の調査に費やされ、 北大東島に関しては、国標設置のために上陸した程度であった。1891年10月、アメリカ船籍の船、キットセップが大東諸島付近で遭難して南大東島に乗組員が漂着した。漂着後、船長以下4名がカッターに乗って沖縄本島にたどり着いて救援を要請し、要請を受けた沖縄県は南大東島に救援船を派遣した。 キットセップ号の南大東島漂着時、漂着者から、島内の中央部に大きな池があり、水は引用に適するとの報告があった。この島内に引用に適する池があるとの情報は、南北大東島への移住、海墾の出願が始まるきっかけとなった。1891年11月20日、小型市郎が大東島の海墾を出願した。同年12月5日には、 島袋勘守る翌1892年2月は、萩野義蔵、茂久善在門、9月には、服部徹通と大東東の開婚出願者が相次いだ。しかし1891年から92年にかけての出願者は皆、開婚に着手すること自体できず、失敗に終わった。1895年10月に出願した広川雄之助もまた失敗した。 7番目の出願者が玉木半江門であった。1899年10月に南北大東島の開墾を出願した玉木は自らの故郷八丈島で開拓者を募集し、1900年から南大東島の開墾に着手した。玉木三江門は自らが経営する玉木商会の社員が島内の経営管理、統治を担い、 故郷八丈島出身者を親方、そして主として沖縄県出身の仲間と呼ばれた契約雇用農民を底辺とするピラミッド型の仕組みを作り、医療、日用品等の入手、島内の出入りの統制、施設小学校の設立、そして島内流通の大東島社兵の発行と玉木商会が島内のすべてを支配する体制を固め、佐藤木美栽培、製糖業による開墾。 開発に成功する。しかし、北大東島に関しては、玉木繁栄門による南大東島の開墾開発が進んでもなかなか開発に着手できず、1903年6月の奈良原、茂沖縄県知事による大東諸島視察時はまだ無人島であった。北大東島が手つかずのまま放置されているため、玉木の下で、鳥島でアホードリの羽毛採取に従事し、 南大東島の開拓にも携わっていた広川雄之助が開墾権を取得しようと画策した。その動きを察知した玉木は1903年に玉木商会の社員を北大東島へ派遣し、島内に佐藤木美を植えて開墾を行う意思を示した。大東諸島など南海の島々に注目していた人物の一人が常藤則高であった。 ツネは日本における土壌調査の創始者とされる人物であり、食料問題や土壌問題に取り組む中で臨資源の発見、開発をライフワークとするようになった。臨資源探査を進める中で1902年、南鳥島でグアノが発見された。その後ツネは沖縄や台湾周辺の島々など南方の島々での臨資源探査に重点を置くようになった。 常藤による臨資源調査の中で1906年には沖の大東島で臨鉱石を発見した。常藤は北大東島にも臨資源の調査員を派遣して臨鉱石を発見した。しかし調査の結果、北大東島の臨鉱石は鉄バンドの含有量が多いため資源化は困難であると判断した。つねは北大東島の臨光石について リン酸の万有量は決して低くないものの主として鉄分と酸化アルミニウム分と加合したもので石灰分が少なく品質不良であり通常の方法では肥料製造に適さないと述べている常等が有望と判断したのは沖の大東島の林鉱石であった北大東島とは異なり沖の大東島の林鉱石については日本領内で裁量室のものであり 肥料原料としては、無二の一品で輸入品と遜色ないと極めて高く評価していた。常藤は、沖野大東寺前調査員を派遣して、資源調査を進めるとともに、資源の権利確保に苦しみながらも企業化を目指して1910年には、日本産業商会そして1911年には、ラサ島林行合資会社を設立し、1911年5月には、 ラサ島工業所を創業して、鉱山経営開始にこぎつける。沖の大東寺までの林鉱石開発の動きに触発され、1908年に、玉城商会も北大東島の林鉱石開発に着手する。1910年には、島の北西部の黒部岬、そして玉城平で林鉱石採掘事業を開始した。しかし、常島の見立て通り、 北大東島の林鉱石は著しくアルミナの含有量が多く、また鉱山経営に不慣れであったことも重なって、1911年には事業中止に追い込まれた。玉城紹介から東洋製党の時代へ、北大東島での林鉱山の開発に失敗した玉城紹介は、南大東島と同じくサトウ木ビ栽培と製党事業を開始することにした。1911年、 島内中央部の池の沢を拠点として、サトウキビの栽培を開始し、翌1912年には、生糖業に乗り出した。玉木商会は、サトウキビ栽培、生糖事業を会社直営とし、会社直営農場として、サトウキビ栽培は、島内各地に広げられていった。ところで、玉木商会の事業を主導していた、玉木繁栄門は1910年11月1日に、 没していた。1911年には、長男の玉木鍋太郎が二代目、玉木繁栄門を襲名して、事業を続けたが、事業が振るわなくなったため、玉木繁栄門の三男の玉木伝いは、南北大東東産の砂糖販売を一括で受け負っていた。鈴木商店の圧戦を受けて、両党の事業の譲渡を行うことになった。事業の譲渡先は、 東洋製党株式会社であった。東洋製党は台湾で広く砂糖の取引を行い、日本の砂糖流通に大きな影響力を持っていた鈴木商店によって1909年に設立された会社で台湾で製党業を展開していた。1916年、玉木商会は東洋製党に合併された。南北大東島における 事業権はまず東洋政党によって新たに設立された大東島拓殖会社が握った。翌1917年、国有地であった南北大東等が払い下げられ、1918年には大東島拓殖会社を東洋政党が合併した。なお、玉木商会から東洋政党への事業譲渡と,と南北大東等の払い下げに対し、島民たちは強く反発して、 共振会という組合を結成して反対運動を行った。沖縄県当局や沖縄のマスコミからも事業譲渡と払い下げの動きに対する批判が出されたが、結局、共振会と東洋政党側との交渉の結果、両者は覚書を取り交わし事態は収集された。東洋政党による林交山の再開南北大東等の事業権、所有権を掌握した。 東洋政党は、両党での新たな事業展開を進めた。北大東党では1918年に、サトウキビ栽培と政党を、玉城商会時代の直営方式から、小作制度へと変更した。これは直営では、開墾にかかる経費から縄代などサトウキビの栽培にかかる費用まで会社側が負担せねばならないため、小作制度にする方が会社側にとって利益になった。 ためと考えられる。そして、東洋政党は北大東島での林鉱山開発に再チャレンジした。再チャレンジの背景には、第一次世界大戦時の公共に支えられた沖野大東島のラサト工業所の発展があった。1918年、ラサト工業所は年間約18万2600トンの林鉱石を採掘し全盛期を迎えていた。 ラサ島工業所の発展に刺激を受けた東洋政党は1918年4月、かつて玉木商会が林鉱山開発を試みた島の北西部の黒部岬と玉木平で炭鉱を開始し、7月に専門家を招いて林資源の詳細調査を行い、8月には東洋政党の北大東党の責任者である北大東党出張所長らが沖野大東島の視察を行った。 1918年7月の専門家による調査の結果、臨酸酸石灰鉱の埋蔵が確認され、さらに大量の臨酸バンド鉱が埋蔵されていることが判明した。東洋製陶は1918年11月、本格的な臨鉱山開設工事を開始した。北大東島では、島の西部が風下となることが多く、島内北西部の臨鉱山に隣接して、 港湾設備を設けるのは、200条から見ても都合が良いという事情もあった。翌1919 19年5月に、鉱山設備が、ほぼ落成して、工業所の落成式が行われた。しかしこの本格的な工業所解書は、工業、工室について、十分な調査検討を行わずに進められたいわば、見切り発車であった。当初、島内北西端の黒部岬付近のリン酸ん、 石灰鉱採掘を中心に進める計画であり、鉱山の各種設備も、その計画に沿って建設された。しかし、林酸山石灰鉱の埋蔵量は少量であった。上に採掘が難しく、かつ良質な鉱石も少なかった。一方、林ンバンド鉱の埋蔵量は豊富であったものの、鉄バンドの含有量が多いために肥料である、カリン石灰製造には不向きであった。 玉木商会が挫折したのと同様に、東洋製党の林鉱山開発も失敗に終わるかに見えた。林酸バンド鋼利用の成功北大東等の林酸バンド鋼を原料として林酸アルミナ肥料を製造した大聖化学工業工場。東洋製党はまず、関東産総肥料の技師、林隆一と米山一長二に林酸バンド鋼の利用について研究を依頼した。 日本国内にはン資源が乏しく、沖の大東島と第一次世界大戦以降のアンガール島の林鉱石を含めても需要の約半分しか供給できず、残り半分は輸入に頼らざるを得なかったため、北大東島のリ産バンド港の利用法が見出されることに対する期待は大きかった。北大東島のリ産バンド港の利用研究は工業試験場理科学研究所、 大学や肥料会社などでも進められた。リン酸バンド鉱の採掘、利用については、1850年代にカリブ海の西インド諸島にあるレドンダ島でリン酸バンド鉱が発見され、1888年にフロリダ州、テネシー州でリン酸酸石灰の大鉱床が発見されるまでの約30年間、肥料原料として利用された。また、 アメリカのペンシルベニア州産のリン酸バンド鉱も、肥料原料として利用されたことがあった。その後19世紀末にかけて、欧米諸国でリン酸バンド鉱の利用法が研究、公表されたものの、経済的な問題もあって、実際に工業化された技術はなかった。北大東東のリン酸バンド鉱の利用法について、アメリカとドイツにも、その研究を依頼した。 北大東東のリン酸バンド鉱の利用研究は成功した。鉱石を粉末化し、摂取500度から600度で賠償して、リン酸をクエン酸などに溶解されるようにした、リン酸アルミナ肥料として商品化する目途が立った。主なリン酸系の肥料であるカリン酸石灰は水溶性であるため速攻性に優れるものの、リン酸が水に溶解して流出しやすいという欠点があった。 一方、リン酸アルミナ肥料は、植物の根毛から分泌される、クエン酸などに溶解してから作用するため、速効性では劣るものの水による、リン酸分の流出の恐れが少なく、水田などで利用しやすいという,という特徴があった。リン酸板土工の利用の目途が立ったと判断した、東洋製党は新たに、耐性化学工業を設立した。耐性化学は1 9二十年二月、 リン酸バンド工を用いた生後法の特許を取得し、東京府下に工場を設け肥料製造、販売を開始した。リン酸アルミナは、当初、製品に欠陥があり、また、不況の影響も受けて、製造販売ともに振るわなかったが、次第に販路が開けるようになり、リン酸バンド工の需要も増大していった。また、北大東東のリン酸バンド工の特徴として、 リン酸の含有量が多く、良質鉱では50%を超えるものもあった。また成分的にも、電気分解によるリンの分離が、比較的良いで電力の消費が少なく済むため、純リンの製造に適していた。そこで1920年6月からは、リンの製造業者へのリン酸バンド鉱の販売も始められた。前述のように、 北大東島のリン酸バンド鉱で製造された純臨は主にマッチの製造に用いられた。そして北大東島のリン酸バンド鉱の利用法として研究が進められたのがアルミニウム原料としての利用であった。北大東島のリン酸バンド鉱は計算や鉄の含有量が少なく一般的にアルミニウムの原料とされていた防気サイトよりもアルミニウム精錬に有利であるとして アルミニウム精錬の実用化に向けての研究が進められた。林鉱石の採掘後継前日のように1918年に東洋政党が本格的な林鉱山開発を始めた段階では、島の北西端の黒部岬付近の林産酸産石灰鉱を採掘する予定であった。しかし黒部岬の林産酸産石灰鉱は資源量が少なく、1919年11月に、 当時神社が建てられていたため、大神宮山と呼ばれていた、島内最高地点付近に、林山山石海溝の路頭が発見されたため、神社の移転後に採掘が行われるようになった。なお、大神宮山は後に黄金山と改名された。採掘後の林鉱石計量所北大東等の林鉱石採掘は、その利用方法が確立された後は、 資源量が豊富な林産バンド港の採掘へとシフトした。北大東島での主要な林鉱石採掘場となった玉木平には1区から5区の計5つの工区が設定され、露天掘りで林産バンド港の採掘が進められた。年代によって人数の上下はあったが平均して約300名の工夫が採掘に従事していた。なお玉木平は北大東島の開拓開始後、 一旦は農地として利用されていたが、林産版土工の埋蔵が確認された後に、開拓農民を移住させた上で鉱山となった。1919年の採掘開始から昭和初期にかけては、林産の岩有量が40%前後の両鉱を採掘対象としていた。露天掘りは、海岸式の段差を設けながら掘り進められ、甲府が鶴橋や桑などの人力で採掘した。 採掘自体は比較的容易で火薬類の使用の必要はなかった。しかし採掘場所が進路になるにつれて、甲府は深くなった縦港の底で採掘された輪鉱石を担ぎ上げねばなければならなくなり、採掘場の困難は増した。採掘現場では海水が染み出すほど深く掘り下げ、土質である輪鉱石の採掘作業を行うと顔や体は真っ白になった。 採掘作業は、受け負い制であった。そのため、採掘現場に隣接して計量所が設けられ、鉱山の係員が目方を計測、記録した。甲府1名あたり1日、約2トンの鉱石の採掘を行ったが、相当な重労働であった。計量後、鉱石はまず運搬用の軌道の側に積み上げられた。一方、リン産産石灰鉱については、 林鉱石の価格の低迷と採掘が困難となった。上に林産バンド鉱に比べて選鉱が困難であったこともあって1926年度には採掘が中止された。林産山石海鉱は途中に混入している海上、歴上、砂上の鉱石を振り分け、推薦により選鉱をしていたため、どうしても経費が多くかかることになった。なお、 林山山石海港の採掘は1932年度に再開されている。林鉱石の天日乾燥場の光景。牛ですき返しながら、鉱石をまんべんなく乾燥させた。北大東島の林鉱山施設は、先行して林鉱山開発が進められていた沖野大東島のものと類似している。これは1918年の林鉱山創業開始に再始。 北大東島における東洋政党の責任者である出張所長らが沖野大東島の視察を行い施設整備の参考にしたためであると考えられる北大東島の場合採掘方法が露天掘りであるため鉱山本体に関しては特段設備らしいものを設ける必要がなかった一方遠隔地にある北大東島において鉱石中に含まれる水分を減らすことは 輸送費軽減につながるため、乾燥、貯蔵設備が、鉱山設備の中で、特に重要視されることになった。採掘後、計量を終えて、軌道脇に積まれた鉱石は、随時ガソリンカーないし、牛に牽引されたトロッコによって、乾燥場に運ばれた。鉱山開設当初は、塊鉱については乾燥場に積み上げて石炭、焚き木による火力で乾燥させ、出粒、 噴鉱に関しては、ロータリードライヤーで乾燥させた後、共にトロッコで貯蔵庫に運ばれて貯蔵された。やがてリン産版土鉱が採掘する鉱石の主力となると、採高所から貯蔵庫までの中間にある比較的平坦な場所に鉱石を広げ、天日による乾燥を行うようになった。鉱石全体を乾燥させるため、牛に引かせたから好きで鉱石を何度もすき返した。 乾燥が終了すると鉱石はトロッコによって貯蔵庫へと運ばれた。なお最高所から乾燥所を経て貯蔵庫まで、トロッコの軌道は地形を考慮して敷設されており、トロッコによる運搬自体は比較的スムーズに行われていた。桟橋から輪鉱石を橋家に積み込み、積み取り船まで輸送する光景。貯蔵庫は上部から乾燥後の輪鉱石をトロッコから投入し、 搬出時には、下部の取り出し口から鉱石をトロッコに流し込む仕組みとなっていた。輪鉱石の積み込み船が入港すると、貯蔵庫から続々とトロッコによって輪鉱石が搬出され、桟橋へと運ばれた。輪鉱石積み出し用の桟橋は、沖の大東島の桟橋をモデルとして建設され、ほぼ同様の設備となっていた。の先端は、出し入れができる構造となっており、 林鉱石積み込み時には約6メートル海上に向けて延伸した。桟橋の先端には象の花と呼ばれた鉄製のロートが海面近くまで伸びていて林鉱石をロート内に流し込んだ。ロートの下には橋っけが待ち構えていて林鉱石を積み込むと沖合に停泊している積み込み船に林鉱石を運んだ。橋っけは5人乗りで2トン積みであった。この橋っけによる 荷役作業は、受け負い制であるため、争うようにロートから、林鉱石を積み込もうとした。桟橋と積み込み船との間を、幾度となく往復するうちに、全身林鉱石の粉にまみれて顔つきもわからなく、なったという。1日で、約1000トンの林鉱石が積み込まれ、また船から島内に運び込む生活物資等も、橋家作業によって荷上げされるため、積み込み当日は応援として、 佐藤キビ農家を含め、党内の人員が借り出されることになった、会社支配の継続北大東党出張所。玉木商会が、党内の統治者として頂点に立ち、党内の全権を握って、違い封建的権力を握り、その下に、八丈島出身者からなる親方、そして沖縄県出身者から構成される仲間と呼ばれた、契約労働者が底辺となるピラミッド型の社会は、 東洋政党時代も変化がなかった。大東諸島への訪問は、会社発行の証明書が必要であり、関係者以外の立ち入りはほぼ認められなず、会社から見て望ましくないと判断された人物には、大使も命令が出された。そして党内で得られた利益は主に、東京、大阪など内地へと吸い上げられる仕組みとなっていた。そして玉木商会時代と同様、 会社が発行する私的な紙幣が金券として流通し、市町村制は施行されず、住民に地方選挙権はなかった。学校、郵便局、病院は会社経営で、警察官さえも会社が給与を支払って勤務する、請願巡査であった。北大東島の場合、会社組織のトップは北大東島出張所の所長であった。出張所長は、党内の企業社員、 そして主にサトウキビ栽培に従事していた農家、そして鉱山労働者たちの頂点に立っており、島内全体を取り仕切る大きな権力を持っていた。東洋政党の後に南北大東党を経営した大日本政党は、1934年に発行した日東最近25年史の中でおよそ1会社が全党を領有するがごときはけ由の事例にして、当社は確実に かつ完全に、南北大東島の所有権を握れり。政府も、また十分なる理解をもってこうも干渉せざるのみならず、宅食上幾多の便宜を与え、島民もまた越服協力し、前頭分けも野然としていささかも頼り成中されることなく、この経営は、当社の自由手腕に一任せるをもって、よく一貫したる施設をなすを得。この一時は、 画国において他に必すべきものなく、得意の事実として、植民地経営上最も貴重な参考資料なるべし、と述べている。林鉱山の工業所では、出張所長を長とした、社員、コインが最上層であり、その下に、現業員、そして最下層は、林鉱石の採掘や、鉱石の運搬に従事する交付であった。社員、コインのみ月給制であり、 長期間の林鉱山勤務者である現業員と甲夫は日給制であったが、現業員には年2回のボーナスの支給があった。甲夫はほとんどが沖縄県出身者であり、受け負い作業制をとっていたため作業成績によって給与の加算はあったものの、社員と甲夫との給与格差は大きく、明確な階層社会となっていた。 台湾からの労働者と沖縄県出身の労働者1918年、北大東島で林鉱石の採掘が始まると、東洋政党は、島内で働く労働者を募集した。当初、北大東島で働いた候夫のうち、約100名が台湾からの労働者であった。台湾からの労働者は、力が強く、働き者が多かったが、無断欠勤を繰り返す質が悪い労働者もいた。 台湾出身の労働者と沖縄出身の労働者は、互いに仲が良くなく、無断欠勤を繰り返す台湾からの労働者を咎めたことがきっかけで騒動が起きた。お互い言葉が通じなかったことも騒ぎが大きくなった一因であり、結局一年足らずで台湾からの労働者たちは送還されることになった。その後、交付など、 鉱山関係の労働者は大部分を沖縄本島から募集するようになった。会社側とのトラブルや交付同士の喧嘩もあったが、沖縄県出身の労働者たちの多くは勤勉で、貯蓄にも努めたため、契約期間満了時にはかなり多額のお金を持って、帰郷するものが多く、鉱山等での就労希望者は増加した。ところで、北大東島では林鉱山が主産業であるが、 砂糖キビ栽培も行われていた。つまり、工業と農業の並立状態であったため、外部からの労働者を工業と農業とに振り分けねば、ならなかった。臨鉱石採掘は、作業能率工場の狙いから主に請負い作業性を取ったのに対し、農業は定額制を取っていて、労働者たちはすぐに、現金収入を得られる臨鉱山勤務を希望する傾向が強かった。 そこで会社側は、政党が行われない時期には余った、農業労働者を林鉱山に振り向ける等の雇用調整を行った。しかし、政党の繁忙期と鉱石搬出の繁忙期は時期的に重なっており、労働力の調整は困難が多かった。やがて甲夫たちの中には、契約期間を過ぎても北大東島に泊まって、鉱山労働を続け、 家族を呼び寄せたり独身者は再退する者も,も増えたため、労働力の定着性が高まって大規模な募集をかけずに済むようになった。鉱山集落の形成1922年3月撮影の甲府宿舎東洋政党による林鉱山開発が本格化した後、1919年には林鉱石を積み込む港付近に東洋政党の社宅街が整備された。 社宅街は一戸建ての所長宅、石住宅、そして長屋である社員住宅など20棟余りで構成されていた。建物は木造和風住宅であり周囲は泥巻との石垣で囲まれていた。幹部クラスの社宅には内風呂が設けられ、社員用の共同浴場も整備された。社宅街の中に社員たちが働く東洋政党の北大東等出張所も設けられ、出張所には 生活物資を販売する購買所が併設された。また機工場や修理工場など、鉱山設備の維持管理に必要な施設も整えられ、病院、西岸巡査が勤務する発出所、無線通信所も社宅街の中に建てられた。社宅街には、魚市場などの商業施設もあり、発電所から電力も供給されていた。また囲碁や将棋。 ビリヤードが楽しめるクラブハウスが社員用と、現業員用の二棟設けられ、運動場とテニスコートも整備された。この社宅街とその周辺のことを、銀行山と呼ぶようになった。鉱山開始当初は、独身の交付が大多数を占めており、会社では、社宅街の南側に、水事を会社直営で行うと端吹きの長屋形式の宿舎を数頭建設した。 やがて再退する交付が増えていくと、宿舎の周辺には、交付用の住まいも増えていき、集落化していく。この集落を、当時の東洋政党北大党等出張所長が、大正村と命名した。やがて鉱山が発展するにつれて、交付の住宅は、社宅街の北側にも広がっていき、社宅街北側の交付集落のことを、当時の東洋政党社長の名を取って、下坂村と呼ぶようになる。 そして港周辺に発展した、社宅街ばかりではなく、大正村、下坂村を含めた、林鉱山関係者生活空間全体のことも、林鉱山と呼ぶようになった。なお、甲府宿舎は、独身甲府用であり、家族用宿舎が整備されることはなく、家族持ちの甲府は、かやぶきの小屋掛けで生活していた。会社は甲府たちが住む宿舎近くに共同浴場を整備し、 甲府以外の住民にも無料で開放していた。浴場は入浴順が定められていて、子供、一般の大人、そして甲府の順番であった。水が乏しい環境であるため風呂のお湯は雨水を集めて沸かしており、浴場付近の傾斜地を利用した雨水の注水施設を設けていたが、やはり夏季の滑水時などには毎日の営業はできなかった。 コ府フラの生活北大東東では前述のように会社の市政紙幣が流通していた。また会社側は貯蓄を奨励していたが、島内に郵便局や銀行はなかったため、結局会社に預ける形となった。また社員や原業員クラスも身元保証金、任意積流金名目の預金を強いられた。日用品や食料品の多くは会社の購買所で購入したが、 少ないながら森発店、飲食店、菓子屋、洋裁店そして豆腐屋などの個人商店もあり、社宅街には魚市場もあった。しかし商品購入先が少ないこともあって、どうしても買い溜め傾向が強くなった。特に泡盛は一商品で買うことが状態化していて、飲酒量の増加の原因とみなされて、問題となった。実際問題、多くの候補たちにとって、 最大の娯楽は酒であった。前述のように社員と甲府との間の格差は大きく、給与面でも大きな開きがあった。現業員であっても家族が多い場合、生活は楽ではなかった。しかし、それでも当時の沖縄本島の田舎に比べれば、金銭的に余裕があり、暮らしやすかった。また基本的失業の心配もなかった。また、甲府の家族では豚やヤギを飼って、 生活の足しにしていた。会社所有の北大東東では、会社は絶対の存在であったが、林鉱山では、ストライキやサポーター中が起きることもあった。1928年12月には、現場監督の暴言がもとで、約280名の候補がストライキを起こし、賃上げと現場監督の解任を要求した。結局問題の現場監督は解雇となった。 当該との連絡手段である船便は、会社の要請が、大阪、文字、大東島、東京、大阪と巡航していて、月に1回程度来航して、生活必需品の搬入と砂糖の搬出を行った。また、毎年1月から5月頃にかけて、臨港石積み取り船が7回から8回、程度来航する。そして労働者の往来や必要物資の搬入等のため、 会社の要船が沖縄本島との間を年に4回から5回往復した。その他、沖縄県の定期航路として、大阪商船の船が年に1回、政党が終わる5月から6月頃に来航した。郵便物や新聞雑誌が届くのは主に月一度の巡航船によるものであり、ラジオの所有も社員の一部に限られていて、どうしても、 本土や沖縄本島の動きから取り残されがちとなった。その結果、島内では口コミが大きな情報の伝達手段となった。沖縄県共有回送会時に演じられた沖縄芝居、大正時代末期撮影。外部との連絡が少ない、少ない北大東島において、娯楽施設への期待は高かった。大日本政党時代の北大東島出張所では、娯楽施設の充実を求める。 要望所を本社に送っている。前述のように社員と兼業員用には、ビリヤード等が楽しめるクラブハウスがあり、運動場やテニスコートも整備されたまた島の北部の海沿いには、通称、別荘と呼ばれた小屋が建てられ、社員たちが週末利用していた。交付の参加はなかったが、俳句や洋曲を趣味とする社員による区会や洋曲会が開催されていた。俳句に関しては、 アタン俳句会が結成され、足ビ、キララなど俳句専門誌へのトークも行われ、しばしば採用、掲載されていた。社員に比べて、候補たち対象の娯楽は少なかった。会社では時々テニスコートを会場として、候補や農家など一般島民も対象とした活動写真大会を開催した。また9月23日の大神宮祭は、 娯楽が少ない甲府やその家族たちにとって大きな楽しみであり、集落対抗競技が行われた小学校の運動会もまた大きな楽しみの一つであった。そして沖縄県共有会の年一度の総会時には沖縄芝居等の予興が行われ、沖縄県出身者が大多数を占める甲府らにとって大きな楽しみであった。医療に関しては会社側が比較的力を入れており、 医師、看護師、産婆、そして薬剤師が勤務する入院設備がある病院があり、医療機器、薬品なども離島の病院としては整備されていた。島内では大正時代にチフスが大流行したことがあり、大腸を語るアメーバセキリはフード病のようになっていた。水が乏しく質が悪いこともあって、胃腸病が多く、顔病、そして海鮮患者も多かったが、 衛生関連の浸透に伴って、眼病や回線の罹患率は改善していった。1927年3月に始まった昭和金融恐慌の中で鈴木商店が倒産した。親会社である鈴木商店の倒産によって、東洋政党は経営難に陥る様相となった。東洋政党は金融面で行き詰まっていたわけではなかったが、事態を乗り切るために、 台湾での事業の一部を売却して、負債を整理した上で、大日本政党に吸収合併されることを決断した。両者は7月29日に、臨時株主総会を開催し、合併案は可決された。なお、北大東東のリ産バンド工を原料として、ン産アルミナを製造していた、子会社の体制価格もこの時、大日本政党に吸収された。 南北大東党の所有権も東洋政党から大日本政党へと移ったが経営方針そして人事もそのまま引き継がれたために大きな変化は起きなかった昭和戦前期戦時体制が強化されていくにつれて食料増産の鍵となりその多くを輸入に頼っていた臨鉱石の増産が急務となっていく対外関係が緊張の動を増す中百三十七年以降 日本の林鉱石輸入は減少をしていき、1941年の第二次世界大戦参戦後には激減する。しかし、日本国内の林鉱石産地は数少なく、北大東島にかけられる期待は大きかった。北大東島の林鉱山では1940年以降、林産の含有量が23%前後の貧困も搬出されるようになった。 同年の紀元2600年を記念して、第二本政党は大阪の宿舎を北大東島に移築することにより、学校、行動、社宅、社員クラブを整備した。社員クラブは、紀元2600年にちなみ、26層と名付けられる。1942年には、北大東島での林鉱石採掘量は7万トンを超え、ピークに達した。しかし、 戦況の悪化により海上輸送が困難となり、1943年の後半期以降になると林鉱山の運営は困難となっていく。日東科学工業八の工場。国際情勢の緊張が高まる中、日本では軍備増強が盛んに唱えられるようになった。そのような中で戦略物資として重要度が高いアルミニウム原料の自給と増産が求められた。 そのような中で改めて北大東島の林産バンド校が注目されるようになった。1934年、大日本政党は北大東島の林産バンド校の処理方法についての研究を東京工業大学教授の加藤余呂に依頼した。加藤の研究成果に基づき、まずは東京工業大学内で工業試験を行い良好な成績を収めた。 そこで1936年9月には、第二本製陶東京工場内にパイロットプラントを完成させ、北大東島の臨産バンド港の連続処理を行ったところ、当初の予想を上回る好成績を上げた。第二本製陶は加藤による臨産バンド港処理法の実用化の目途が立ったと判断し、1937年8月23日に日東化学工業を創設し、 八戸に工場を新設することにした。1937年9月半ばには、八戸工場建設が始まった。加藤によるリン酸板土工処理方法は、硫酸法と呼ばれる方法であった。硫酸法ではまず最初に、リン酸板土工を賠償して、再流とした上で濃硫酸で溶解し、型消反応を利用して、計算を除去する。計算の除去後には、 アルミニウム硫酸塩とリン酸が残ることになる。続いて、アルミニウム硫酸塩は、アンモニアと作用させて、硫酸分からは硫酸を、アルミニウムは、水酸化アルミニウムを経て、アルミナを生成し、一方リン酸にもアンモニアを作用させて、リン酸アンモニウムを生成する。つまり、北大東東のリン酸板土工の処理によって、アルミニウムの原料となるアルミナ、そして肥料になる硫酸と、 リン酸アンモニウムが生成されることになる。なお、硫酸は接触法、アンモニアはハーバーボッシュ法により、蜂の屁工場にて自社製造することになった。硫酸法で用いる硫酸の原料として、岩手県にあった松尾鉱山の用を使用する計画であった。またアンモニアの原料となるコークスは、北海道産石炭のコークスを利用することになった。 イオートコークスの入手の便、さらに水が豊富で労働力が得やすい、良好であるという地の利を考慮した結果、八戸に工場が建設されることになった。工場の建設は、日中戦争の勃発によって、機器や資材の供給が困難となり、ドイツ製のアンモニア製造機器の納入も遅れたため、予定よりも遅れたものの1938年末には、硫酸の製造が開始され、 アンモニアも1939年には製造が始められ、1940年3月からは流暗の製造が開始された。しかしアルミナ製造に関しては、東京工業大学での工業試験、第日本製糖東京工場のパイロットプラント段階では順調であったものの、八戸工場ではトラブル続きで生産が軌道に乗ることはなかった。その上、 戦況が悪化していく中で北大東島から遠い八の部までリンバンド港を輸送することが困難となった。そこでリンバンド港の処理を八のではなく台湾で行うようにしてはどうかとの意見が出されるようになった。さらに応賞される工場技術者の増加に伴う人材不足も重なり、結局北大東島のリンバンド港処理を用いた。 日東化学工業八戸工場のアルミナ製造は本格稼働されることなく中断された。1940年12月から1945年8月の終戦時までの間の日東化学工業八戸工場における北大東島の林産バンド工を原料としたアルミナの生産量は総計1130トンであった。 戦況が悪化していく中で1944年3月、大本営は太平洋方面の防衛強化とアメリカ軍攻撃の恐れを考慮して大東諸島の防衛体制を強化することとし、第85兵隊警備隊を大東諸島に配置する決定をした。4月24日、第85兵艦警備隊の第2中隊が北大東島に上陸、展開した。 その後、不評第36連隊を大東諸島に配置することが決定され、7月25日に北大東島に一個大隊が上陸、展開した。不評第36連隊の一個大隊が北大東島に展開されると、先に配置されていた第85兵艦警備隊、第2中隊は南大東島へ移動した。その後、海軍部隊も9月7日に上陸、展開した。 北大東島に配置された陸軍部隊は総勢1010 10人、海軍部隊は519人で、北大東島には海軍合わせて1500名余りの兵士が配置されることになった。実際、1944年3月には北大東島に林鉱石を積み込みに来航した船が潜水艦の魚雷攻撃を受け沈没し、4月にもやはり林鉱石積み込み船が 魚雷攻撃を受け沈没し、共に多数の乗組員が犠牲になっていた。陸海軍の北大東島守備隊が展開される中、1944年8月からは、約1700名いた、林鉱山関係者、農民たちなどの島民の疎開が始まった。疎開はまず高齢者、子供を優先し、その後病弱者、妊婦など、養縁護者、その後島に在住している。 必要性がないとみなされるものという順番で行われたが、1500名余りの兵士が来島した後の食糧問題もあって、1944年10月からは軍が必要とするもののみ在島が認められると方針が変更された。結局、半数以上の島民が疎開し、島民は約700名にまで減少した。配置された守備隊の兵士として学校、 林鉱山従業員らの社宅、政党工場、民家が挑発された。多くの残留島民は自宅を追われ、小屋掛けでの生活を余儀なくされた。また、敵の来襲に備えて、陣地の構築も急ピッチで進められ、残留島民も作業に借り出された。敵が来襲した場合には、陸海軍、そして残留島民は一致協力して、敵兵力を消耗させ、 北大東島を死守することを目指した。米軍からの攻撃は1945年3月から空襲がたびたび行われ、艦砲射撃もあったものの、被害は比較的少なかった。アメリカ軍による空襲や艦砲射撃によって、鉱山設備は北大東島出張所、宿舎、林鉱石貯工場、倉庫などが大破し、ディーゼル発電所などが中破。 消破する被害を受けた。また戦時下の核設備の国士によっても、鉱山設備は損傷していた。終戦後、1945年10月に米軍が来島し、戦時中に建設された軍事施設の破壊、武器や弾薬の処分が行われた。その後10月から11月かけて駐屯していた北大東投守備隊は引き上げた。終戦時、島内には、社員、 コイン26名、現業員97名、交付39名が残っていた。終戦直後、外部からの生活必需品の供給は途絶えていて、サツマイモの栽培と漁業で在島者たちは食いつないでいた。鉱山も農業も先が見えない中で、八丈島系と沖縄系の島民間の対立が激化するなど、島内は不穏な空気に包まれていた。大破した設備はあるものの、 大東諸島に対する米軍の攻撃は飛行場が建設されていた南大東島が主であり、北大東島の被害は比較的軽かった。北大東島出張所では鉱山関連設備の修理が可能であると判断し、南北大東島にある資材を活用して設備を修復し、不足している労働力に関しては、島内の佐藤キビ農家や南大東島からの 応援を受けてまかない、月に3000トンから4000トンの臨鉱石出荷が可能であり、早急に鉱山の再開を行うよう東京の本社に要望した。日東工業本社にとっても、終戦後の著しい食料不足に対処するため、肥料の確保が重要課題となっている、上京した北大東島の臨鉱石の入手は、史上命題であった。日東工業は、農林省に対して、 北大東島の臨港石積み取り計画案を提出した。食料欄への対応に追われていた農林省にとって日東工業の計画案は大賛成であったものの連合国軍最高司令官総司令部の許可を得ねばならなかった。難航が予想されていた交渉であったが1946年1月24日に許可が下りた。 1946年1月26日、農林大臣の大依らに見送られて、林鉱石積み込み船は芝浦布島を出港した。途中南北両大東島に向けての米や生活必需品を文字港、鹿児島港で積み込み、2月6日に北大東島に到着し、林鉱石を積み込んだ上、2月20日に清水港に戻った。林港石の積み込み再開によって島内には、 活気が戻ってきた。その後も、林鉱石の積み込みは継続され、1946年6月までに13,222トンの林鉱石を日本本土へと輸送した。終戦直後、沖縄を統治した米軍は、肥料原料である林鉱石を産出し、また家畜が多いことで知られた大東諸島を沖縄の宝庫として注目していた。 琉球列島米国軍政府の管轄下にあった沖縄民政府は1946年6月に大東諸島に調査団を派遣した。調査団員として石橋義則、農務部員の福島文夫らが任命され、米国軍政府の農業担当で軍政官であったキャリントン大尉が同行した。調査目的は当初、北大東島と沖の大東島の臨港石の 調査とされていたが、実際には、南北大東島の政治、行政、経済の現状について、全般的な調査が行われた。調査団は6月10日に南大東島に上陸し、11日付で、南北両大東島の日東工業の全資産を、米国軍政府に接収した。調査団員の福島は6月11日、日東工業から資産の引き継ぎを受けた。 キャリントン大尉は6月12日に福島を臨時知事代理に任命し、当面の間大東島に駐在するように命じた。同日、福島は沖縄民政府の命により南北大東島に尊勢を施行した。これまで一企業によって支配されていた南北大東島であったが、米国軍政府が企業の全資産を接収したため、行政機関を設けることにしたのである。 6月15日には南北大東等の村長が任命され、7月11日には沖縄民政府は行政業務を行う大東市長を設立する。新設の市長には臨交課が設けられていたが、実際の業務を担う人材がなかなか決まらなかった。9月11日になって、ようやく市長職員が着任することになって、臨時知事代理であった福島は離任した。 そして9月下旬には、日東工業の社員らの中で内地に本籍がある、者たちは離島していった。大東市長林校課は、市長本体を上回る、職員23名、作業員181人の人員で構成されていた。鉱山の運営は大日本政党時代からの鉱山責任者らが中心となっていたが、12月4日には、米国軍政府から、 鉱山の責任者に任命されたガーン隊長が技術者、通訳を伴って戦車用陸間で北大東島に赴任した。ガーンは連合国軍最高司令官総司令部に対し臨港席を月7500トン算出する約束をしており、ガーンの赴任とともに米国製のブルドーザー、スクレーパー、パワーショベル、トラック、ベルトコンベア、作岸機、 ウィンチなどの大型機械が揚陸された。こうして北大東島の臨港石採掘は、米国軍政府の直轄事業となり、ガーン隊長が大東市長の臨港課長、市長長の上に立つ鉱山の総責任者となった。大東諸島には、奄美諸島や先島諸島のように、米国軍政府の出先機関は設けられなかったものの、臨港山の総責任者である、米国人の隊長は、 大東市長の監督も行うような形となった。隊長と市長長は、大東諸島の政治行政の運営方針をめぐって、対立し、ガーン隊長は、南北大東とも村政のみで十分であるとして、市長の廃止を主張し、結局、南北大東党の村議会が発足した後の1948年3月31日に、大東市長は廃止された。ところで、 米国製大型機械は北大東島の林鉱山の実情にそぐわないものであった。前述のように従来北大東島の林鉱山は人力による露天掘りであり、その中で両校を選びながら採掘が進められていた。結局米国製大型機械の大部分は使用されず、戦前に採掘されて各所に集められていた低品位の石をブルドーザーで掘り起こし、 天日乾燥の後にスクレーバーで運搬する作業が中心となった。米軍直轄による臨鉱山事業の進展に伴って北大東島は公共となり連日臨港石の積み込み作業に追われるようになった。南大東島などから移住する人やまた南大東島で活用されなくなったトロッコ等の設備の移設が行われた。 1949年10月の新聞報道では、年産2万トンの北大東島の林鉱石は、琉球最大の輸出品で、ドル獲得の立役者であると報道されている。北大東島の林鉱石はこれまで、北大東島での事業を独占していってきた経過も、あって、日東工業が輸入大工業を行って、日本国内へと搬入された。ガーン、隊長の公認となった。 サンチェーズ技師は林鉱石積み込み方法の改造を計画した。前述のように林鉱石貯蔵庫の下部にトロッコ軌道があり、貯蔵されている林鉱石をトロッコへと流し込んで桟橋へと運ぶシステムになっていたものをサンチェーズはベルトコンベア方式に変更することにして改造工事に取り掛かった。鉱山景気には茎た大い等々に移住する人々が増え、中でも 稼働年齢層である青年人口が増加し、米軍直轄事業である林鉱山で使える英語講習会が行われたり、鉱山機械の機能や運転法を学習する若者たちが現れた。また戦後の林鉱山は郵便、電信電話業務、そして離島である北大東島にとって極めて重要である講和業務も担っていた。日本国内に搬出された 北大東島の林鉱石は品質不良で売れなくなっていた。原因はブルドーザー等のアメリカ製の大型機械で採掘された林鉱石が林産分16%から18%という貧困となっていたためである。鉱石の販売不振に直面した米軍は鉱山の閉山も決断し1950年10月に閉山となった。サンチェーズの夜、 林鉱石積み込み方法の改造は未完成となり、これまでの施設の一部を破壊した状態で中断された。鉱山設備は閉山直後は、米軍関係者、約20名が保守管理していたが、翌1951年11月以降は、北大東村役場が管理するようになった。閉山は林鉱山に依存する面が大きかった、北大東村にとって死活問題であった。 村は、米国軍政府に対して、再開を強く要望したものの、功績の質が悪く売れないとの理由で、受け入れられなかった。ン産肥料事業を展開していた日の出科学が、北大東島の臨鉱石を引き受ける話も出たものの、立ち消えとなってしまった。職を失うことになった人々のために救済前の無償配給とともに、希望者には開墾した、鉱物を分け与えた。 1951年1月、大日本政党は、琉球列島前国民政府から接収中の南北大東東等の土地、財産所有権の確認を受けていた。その上で、琉球列島前国民政府から事業を再開する際に接収を解除するので、調査団を派遣する場合には便宜を図ると申し入れられた。そこで大日本政党では、 南北大東島等での事業再開に向けて沖縄に調査団を派遣した。約1ヶ月間にわたる調査の結果、北大東島には少なくとも林産産石灰鉱が27万トン、その他の林鉱石が19万トン、計46万トンの林鉱石が残存しており、年産3万トンで採掘を行うことが適当で、あるとの事業計画が作成された。 しかし、大日本政党の事業計画が実行に移されることはなかった。これは、南北大東東の土地所有権問題がクローズアップされるようになったことが原因であった。南北大東東は、戦前期、一企業による支配が継続しており、接収解除後に戦前期の企業支配が復活してしまうことに、島民たちが拒絶反応を示した。当初、北大東東は、 林光山復活への期待感もあって、南大東島よりも土地所有権問題に対する反応が鈍かったが、やがて南大東島側と歩調を合わせ島民が土地を所有するよう求め、激しい運動を展開するようになった。林光山の閉山後、採掘跡の多くは埋め立てられた後に、砂糖キビ畑等の農地に転用された。鉱山跡の農地は林光寺と呼ばれ、 サトウキビの生育が良いと、農民から好評である。また採掘跡の中で、大きな陥没地は溜池にされ、廃棄物の埋め立て地となった採掘跡もある。現在まで残っている採掘跡は、玉木平の一部のみであり、露天掘り跡である、海岸上の窪地や、深い縦穴が残る凹凸が多い地形となっている。甲府やその家族たちが生活していた。 社宅街南側の大正村、北側の下坂村は、閉山後休息に錆びれ、まずは農協が牛の放牧地として活用した。現在、旧大正村の一部は西高公園として公園化され、下坂村であった地域はサトウキビ畑となっている。一方、旧社宅街は、かつての名残を留めており、民宿として使用されている元社員クラブの26、 そうや、リニューアル工事の後、2015年9月、臨港交流館となった、元北大東東出張所のように活用されている建造物があり、建物そのものがなくなってもドロマイトの石垣は残っている部分も多い。鉱山関連施設の多くは閉山後、使用されずに放置され、台風による被害などで破壊。 損傷が進んでいるが、鉱山時代の稼働状況がわかる状態で残されているものもあり、近年文化財として評価されるようになり保存活用の取り組みが進められるようになった。林鉱石貯蔵庫跡。2002年の沖縄県教育庁による沖縄県近代和風建築総合調査が北大東島の林鉱山遺跡発の本格的調査であった。 2004年にはやはり県教育長の手によって沖縄県近代解散総合調査が実施され北大東島の林光山関連の建造物について調査が行われた2005年には北大東村の依頼に基づき琉球大学の福島俊介教授が北大東島の文化財調査を行ったこの調査結果に基づき2005年12月に旧北大東島出張所が 登録文化財として登録され、翌2006年には、旧林鉱石貯蔵庫、旧林鉱石積み荷山橋、2007年に、旧社員浴場跡、旧下坂大衆浴場、旧漁市場、そして、旧社員クラブが登録された。そして2007年度には、北大東東の林鉱石採掘関連遺産は、経済産業省から近代化産業遺産の認定を受けた。 村は2013年度から林鉱山関連の文化財による文化的景観を保存・形成していくことを目的とする景観計画・景観条例を策定するための文化的景観調査を実施し2015年4月から北大東村景観条例及び景観計画が施行された2015年からは国費による補助を受けて北大東村文化的景観保存調査委員会が 設置されて調査を継続し、2016年度からは北大東村文化的景観保存計画策定委員会となって調査・検討を続けた。2016年には北大東島林鉱山遺跡調査報告書がまとめられた。これらの成果に基づいて文化庁は2017年2月に北大東島の林鉱石採掘以降、 北大東島を林港山遺跡として史跡に指定した。日本国内では北大東島とともに沖の大東島でも臨港石が盛んに採掘されていたが、戦後は放棄されて無人島となり、後に米軍の沖の大東島社爆撃場とされ、現状では林港山の遺構は確認できず、今後も発掘、保全が行われる見込みは少ない。その他、能登半島。 南鳥島、波照間島などでも、臨鉱石が採掘されたものの、いずれも小規模な事業に留まり、まとまった形での移行は残されていない。史跡指定にあたり、北大東島の臨港山遺跡は、臨鉱石の採掘から、加工、運搬、貯蔵、積み出しに関する大規模な移行が残り、日本で唯一現存するものとして貴重である上に、日本の近代農業を支えた。 林鉱石採掘事業の歴史を知る上でも重要であるとその歴史的価値が評価された。北大東村では林鉱山の発展とともに形成され、現在まで残った鉱山由来の文化的景観を保存活用すべく基本方針を定めている。基本方針では林鉱山関連施設などの修復、維持に努め、特に鉱山時代にドロマイトを用いて建てられ、 現存している建物や石垣は、基本的に移転、撤去を行わず、保存のために対策を講じるとした。また、鉱山の発展とともに形成されてきた生活、制御、住民交流の場を維持し、鉱山由来の景観を生み出した地形の現状維持に努めるとした。そして鉱山特有の歴史、文化に関しての普及啓発を行い、 林鉱山関連施設などの観光開発や水産業等への利用等の整備活用を進め、今後作られる新たな観光施設や港湾施設等は、鉱山時代からの歴史、文化に重層的に重なるようなものとして、鉱山時代の遺産を活かし、発展させていく中で新たな生活、制御、交流の場を創造していくとしている。具体的な動きとしては北大東村市長所 林口交流館としてリニューアルする事業を契機として、2014年度から、島民を対象としたワークショップを開催し、2015年には、沖縄県立博物館、美術館で、北大東の景観展とシンポジウムを開催した。2016年からは、島民を対象とした林口山関連移行をめぐる林口ウォークが開催され、また村の青年会を中心として、 林鉱石採掘場跡清掃活動が行われた。また新たな建造物には林鉱山時代に広く用いられていたドロマイトの使用が進められている。そしてこれまで北大東村主導で行われてきた林鉱ォークや清掃活動等の林鉱山由来の歴史、文化の保存活用活動を自治会、活動団体、事業者等で構成される。 ウフアガリ島景観協議会が担い、村などと連携して、北大東島の景観づくりや林光山の文化的景観の保存活用体制を固めていくことになった。北大東村やウフアガリ島景観協議会が進めた、北大東島の林光山由来の文化的景観地区の整備活動は、令和2年度の都市計画大賞、都市空間部門で優秀賞を獲得した。 受賞理由としては、林光山遺跡をめぐる林ウォ多くや、遺跡の清掃活動といった、これまでの保存活動に村民が自主的に参加する機運が高まっているとともに、新たに建設された漁港施設や定住促進住宅などに、林光山時代からの伝統を引き継ぐドロマイトを用いた建築が採用されるなど、林光山の歴史的遺産を活かした効果的な地域づくりが進められ、 村のアイデンティティの形成、定住促進、地域活性化に貢献していることが評価された。今後の課題としては、地形や地質面についての調査研究を進める中で、将来的には、ジオパークの認定を目指し、文化的側面とともに、地形、地質面からの側面も加えた総合的な価値評価を進化していくとともに、開拓からの歴史を共有してきた南大東島、 そして同じ北大東村に所属し、林鉱山として発展したという共通の歴史を持つ、沖野大東島という大東諸島の他の島々との比較対象、研究を進め、離島の開拓、開発史の流れの中で、歴史文化的側面からも北大東島の林鉱山の位置づけをより総合的に捉えていくことが挙げられている。口述のように黄金山は当初、 神社が建てられていたため、大神宮山と呼ばれていたが、林鉱石の発見後、宝の山という意味を込めて、黄金山と改名された。北大東島における林鉱石採掘の中心地であった玉木平は、1924年に、農商務省の大井義氏による林鉱石資源調査時に、北大東島の開拓者である玉木繁栄門の名にちなんで名付けられた地名である。 玉木紹介から東洋政党への南北大東島の事業譲とは玉木鍋太郎ら他の家族、そして社員の事前同意がないまま玉木繁栄門の三男つてが進めたと言われている。南北大東島の払い下げは一旦両党の開拓権を取得していた玉木紹介に払い下げられ、その後東洋政党に転売される形で行われた。 普通選挙となった1928年の衆議院議員選挙以降、年齢的に選挙権がある交付にも国政選挙権は与えられた。北大東島の北部海岸付近に社員用のゴルフ場が整備されたとの説もあるが、はっきりとせずゴルフの打ちっぱなしを楽しんだ程度のことではないかとの説もある。 日東科学工業八戸工場の春工式は1939年9月24日に行われた。北大東東から八戸への林産バンド工の搬入が混乱となった後、日東科学工業八戸工場では岩手県産の粘土を原料としてアルミナ抽出を試みた。大日本製党は1943年11月25日に社名を 日東工業に変更していた。福島文夫は、ラサ工業所を経営していた大成産業の沖縄県の喜び両鉱山前所長であった。1950年4月7日、日東工業は、救命の大日本政党に社名を戻している。南北大東党の土地所有権問題は、1964年7月30日に南北両大東党の村民に所有権があると、 確定した太平洋における離島の林鉱山記事ありがとうございます。